リアム・ジョンソン・ヘンドリックスは、オーストラリアの西オーストラリア州パース出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。MLB のシカゴ・ホワイトソックス所属。愛称はスライダー。ミネソタツインズ時代パース郊外のソレントにあるセイクリッドハート・カレッジを卒業後、2007年にアマチュアフリーエージェントでミネソタツインズと契約してプロ入り。 2009年開幕前の3月に開催された第2回ワールドベースボールクラシックのオーストラリア代表の最年少メンバーとして選出された。2010年にはオールスターフューチャーズゲームの世界選抜チームに選出されたが中水炎のため出場できなかった。オフにはオーストラリアンベースボールリーグに参加しパースヒートに所属した。2011年は AQ ニューブリテンロックキャッツからスタートし、シーズン途中にトリプル AQ ロチェスターレッドウィングスへ昇格。ロースター拡大に伴い、9月6日のシカゴホワイトソックス戦でメジャー初登板初先発を果たし、史上31人目のオーストラリア人メジャーリーガーとなった。この試合のスタメンでは、一塁手のクリスパー・ムリー、中堅手のジョーベンソンもメジャー初出場であり、 初出場選手がスタメンに3人名を連ねたのは球団史上初の出来事であった。10月13日、ツインズのマイナー最優秀投手に選出された。2012年9月29日のクリーブランド・インディアンス戦でメジャー初勝利を挙げた。2013年12月5日、フィル・ヒューズの加入に伴ってリーフとなり、40人枠を外れた。 2013年12月13日に、ウェーバー工事を経て、シカゴカブスへ移籍したが、12月23日に再び、ウェーバー工事を経て、ボルチモアオリオールズへ移籍した。2014年2月17日に、ウワルドヒメネスの加入に伴い、リーフとなった。2月21日に、ウェーバー工事を経て、トロントブルージェイズへ移籍した。3月8日に、参加のトリプル バッファロー・バイソンズへ移動した。5月23日にメジャーへ昇格。2試合に登板したが、6月1日にトリプル A 級バッファローへ降格した。6月19日に再昇格。6月20日のシンシナティレッツ戦に登板したが、1.2回を6アンダ6失点と打ち込まれ降板し、試合後にトリプル A 級バッファローへ降格した。 ブルージェイズでは3試合に登板して1勝0敗、防御率6.08だった。2014年7月28日に、ダニー・バレンシアとのトレードで、エリック・クラッツと共にカンザスシティ・ロイヤルズへ移籍した。オフの10月24日にモイゼス・シエラの加入に、伴ってリーフとなった。トロント・ブルージェイズ時代2014年10月30日に、 サンティアゴネッシーとのトレードでブルージェイツへ復帰した。2015年はリリーフ投手に転身し58試合に投げた。この中で先発投手としてマウンドに登った試合は一度もなかった。2011年の MLB デビュー以来防御率は毎年5.00を超えていたが、この年は5勝0敗2.92という好成績をマークし、リリーフ転身は 大成功だった。2015年11月20日に、ジェシー・チャベストのトレードで、オークランド・アスレチックスへ移籍した。2016年、アスレチックスでモブルペンで起用され、53試合に、登板した。防御率3.76勝ち星なしで4敗を、喫するなど、前年よりやや低調気味だったが、予死率1.0台と脱三振率9.0台は、キープし、 自力はあることを引き続き示した。2017年開幕前の2月9日に第4回 WBC 本戦のオーストラリア代表に選出されたが、シーズンを優先するため辞退した。シーズンでは1回の三振につき100ドル、1回の支給につき200ドルの寄付を行い、9月30日に、K と刺繍された T シャツを販売し、この売り上げを寄付したり、 前述の三振と支給での寄付が評価され、球団の社会貢献を行った選手を表彰する、デイブス・チュワート・コミュニティ・サービス賞を受賞した。また、ロベルト・クレメンテ賞にもノミネートされた。2018年6月25日に、ィーフとなり、7月2日に、マイナー契約で参加のトリプル a 級、ナッシュビル・サウンズへ配属された。9月1日に、メジャー契約を結んで、 アクティブロースター入りした。2019年はクローザーとして25セーブを挙げ、オールスターにも選出された。2020年オフの10月28日に FA となった。2021年1月15日にホワイトソックスと3年、総額5400万ドルの契約を結んだ。背番号は31。オプションとして2024年は球団側が 選択権を所持し、バイアウトの際は10年間かけて1500万ドルが支払われる。救援投資として、オーバースローから最速急速100マイルパーワー、平均96.5マイルパーアワーの速球を中心に、決め球である平均87マイルパーアワーのスライダー、その他に平均77マイルパーアワーのカーブ、平均88マイルパーアワーのチェンジアップなども投げる。 愛称は、ブルージーズ時代のチームメイトであるロベルト・オスーナが名付けたスライダーで、これは、ヘンドリックス自身は、スライダーと言っているつもりだが、オーストラリア英語の名りが強く、スライダーに聞こえてしまうことに由来する。ありがとうございます。